関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日は昼頃に各地で雨が降りましたが、午後は再び青空が戻ってきました。ただ南部ほど強い風が吹いて、こちら神奈川県川崎市の霞荘さんからは、昼前にさーっと通り雨があり、その後も晴れたり曇ったりしています。風が台風並みに強く、洗濯物はぐるぐる巻きと、風の強さを物語るリポートが届いています。今日は髪が乱れたり自転車が倒れたりと、風に邪魔されてしまった方も多かったようですね。では今後の空と風はどうなるのか、明日の天気を見ていきましょう。明日は風も落ち着き、穏やかな晴天スタートです。ただ北部では午後ほど雲が広がって、にわか雨の可能性があります。天気の急変にご注意ください。また今日からゴールデンウィークに入った方もいらっしゃると思いますが、皆さんもう予定はお決まりでしょうか。携帯サイトでは人気スポットの天気や交通情報など、連休に役立つアイテムを紹介しています。お出かけの参考にぜひチェックしてみてください。それでは、ウェザーニュース。